クジラ怪人、クジラ怪人よ、パンパカパーン、クジラ怪人でーす。おお、元気だなクジラ怪人、魚でも食ってこい。はは、しかしなぜ突然そのようなことを。クジラ怪人よ、日本が欧米に比べ肥満の人間が少ないのはなぜかわかるか。とおっしゃいますと。よいか、日本人は昔から肉をあまり食べず、その代わりに魚を食べてきた。魚は肉に比べ太りにくい。ふんふん。だがこの世から魚が消えてしまえば、人間は肉を食べるしかない。そうすれば日本人の食はどんどん欧米化し、メタボリック症候群の人間が増えるのだ。はは、行け、クジラ怪人よ、日本の魚を食い尽くせ、日本人をメタボにするのだ。日本の漁船が襲撃される事件が多発しています。被害者の話ではクジラの怪物を見たということが共通しており、海上保安庁が付近の捜査をしています。なお燃料の高騰と相まって釣れないな。かかった。じゃじゃーん。なんだお前は。俺はクジラ怪人、日本中の魚を食い尽くし、日本人をメタボにするのだ。魚を食い尽くす、そんなことさせるか。さあ、うん、この、目障りだ。うわあ、はっはっはっは。よし、今度はサンマだ。サンマといえば目黒だな。ここは一体どこだ。これはシャチの超音波か。だがなぜ俺が理解できる。あいつが持ってるのはサンマか。よし。なんだこいつ。おい、そのサンマは目黒のサンマか。違います。何、違うのか。まあいい、全部食ってやる。待て。はあ、貴様、前に俺が海に落とした。俺は坂間玉笠、貴様を倒すために海の底から戻ってきた。ふん、俺はこれから目黒のサンマを食べるのだ。貴様の相手などしていられるか。クジラ怪人、目黒に海はない。何、それなら貴様を食ってやる。行くぞ。はっはっ、頭突き攻撃。うわー、大丈夫ですか。そう、魚さえあれば変身できるのに。魚ならここに。変身。シャッチマン。えい、どっちにしろ食べてやる。かかれ。ピース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 
ピース。行くぞクジラ怪人。ステイステイステイ。パンチパンチ。うわっ、そう、潮吹き攻撃。ポケモン食らえ。あいたたたたたた、怒ったぞ、吹き飛ばしてやる。誰だ？どこにいる？誰だお前は？わしは青炎道団首領。今回は失敗に終わったが、次こそはお前を倒し、日本人をメタボにしてやる。さらばだ！待て！どこへ行った？青炎道団の魚全滅作戦はシャッチマンによって阻止された。しかし、いつまた次の計画があるかわからない。立ち向かえ、シャッチマン！